すべてを破壊してしまったので、もうこの世界には何もない。5周目。はあ？消えた。またまた同じだ。また消える。何もない。あ、続きがあるはずだ。え、これを繰り返すの。何もない、何もないはずだ。その次を繰り返すごとに、うん、増えてく。このゲームを起動しても全く意味はない。で、一旦落ちるんでしょ。ですね。真っ白だ。今度全てを破壊してしまったので、以下略、何もないはずだ。白の世界になった。全く意味はない。その次、なのに何度もこのゲームを起動しようと試みている。これも仕様なんだろうな。僕は、え、世界を巻き戻す。何もしない、何もしないと展開変わらなそうだから、じゃあ世界を巻き戻す。あの頃に戻ろう。サーバルちゃんたちとフレンズたちの仲が良かったあの頃に戻れる。サバンナ地方？あ、でもハテナハテナから U になってる。これ2周目だよね、この作りってことは。クロリアン、どっか変わってる？ジェペイメン、しまった。あ、落ちろ、そのまま。あー、はい、落ちろー。あーん、ふう、はあ、危なかった。油断してこんなところでつまずくと。あ、1周目か。つまりジャパリバスがあるってこと。あ、サーバルちゃんじゃない。そして乗れない。ラブをゲットしてチータマン。お猿の敵とか出てこない？大丈夫？えい、何度も見た。平和なルートになってんのか。よいしょ。おっと、あれ、速くなってないか、ツバ。気のせいですか。ハメヤメヤ。おお、無視しよう。ほんとこのアルパカ強いんだよな、このゲームにおいて。あら、また来たのね。あ、そしてみんなにっこり。あ、ラブ出せない。また今度よく出てね。もう行っちゃうのね。頑張って。何に対して頑張ってた？森？あれ、こんな敵いたっけ？よっ、ダメだー、ダーダーダー。今吹き飛ばされたことによりダッシュ力が上がってた。やばい、よいしょ、食らう、よいしょ。あ、なんだ、出せんのか。あそこで出せなくなってたから、てっきりもう出ないのかと思ってた。よいしょ、またアルパカに気をつけつつ。はい、下ろして、下ろさせて。ふう、また一緒だな。ちょっと違うの。あ、ちょっと変わってる。敵が強くなってる。ハードモード、よいしょ、えい。鍵を取って、おい、お、
さあこの先、あー上にいた博士と助手が、頑張るのです、先を急ぐのです、頑張ります、賢いので。あ、今まで通ってきた道で本当に仲直りというかやり直してるというか、そういう感じだね。よいしょー、あーべっぺべっぺっぺいべい、本当難易度の跳ね上がり方やばいでしょう。地味なゲームのくせに地味なね、なんていうの、本当地味な嫌がらせが多いんだよこのゲーム。絶妙な位置に配置してくるからな、敵の攻撃が基本いやらしいし。ふう、鍵をゲット、温泉でも浸かろうぜカバンちゃん。大丈夫、破壊して大丈夫、大丈夫、なんかして大丈夫、あーあああよし、チェックポイント、またやんの、もういいでしょ、もういいと思うんだ、もういいと思うんだ、セルディアン、あーブリブリ、ちょっと速くなってる、気のせいかな、本当はさっきのとこで上行きたかった、一回死ぬ。アイワナみたいにリセットボタン欲しいな、その場で死ぬリセットボタン、ゲーム自体のリセットでなく。あ、意外といけちゃいそうで困る。こっちにおびき寄せつつ下を通ってもらって、あれジャンプができない、ブリブリしてもらって、よいしょ、あアンチではない、ここら辺はアンチだけど、おっと、あーしまった、でプップしてもらって、で2周目にもご利用せ、やったー、さすがに慣れたからね、1周目より強くなっててもパターンが分かれば。新井さん、今度は間違えるな、なのだ、間違えないよ、お疲れ様、君が賢明であることを祈ってるよ、大丈夫、賢いのでさあバルちゃんよし、ハートは出ない、まあハートだったら大丈夫かな。今度はでもちゃんと手を取り合ったもんね、あそこで、本当に友達になれるよね、つ手を出してきた、そして暗転、そして暗転、ここはね箱の中なの、お一周目っていうか最初と展開が違う、君が手を握って私と友達になって、そして箱を閉じるの、まるでこのオルゴールこの箱を閉じるがごとく、そしたら君はもうその箱を開けちゃいけないの、パンドラの箱、箱の中に君の友達がいるの、君が箱を開けない限りずっと、開けたらどうなっちゃうの、だから君はこれからこのゲームを削除するべきなの、めたい、削除しなくちゃいけないの、アンインストールしなくちゃいけないの、きっとお外はいい天気、あ引きこもってないでゲームばっかしてないで外に出ろってことかお散歩して綺麗な空気を吸っていい気分になったら思い出だけ残して忘れられるから、綺麗なものだけが残るから、人間さんは何度も間違えた、すまん、何度もひどいことをしてきた、ほんとすまん、でもこれが最後のチャンス、私は君を信じてる、あとは君が私を信じるだけ。音が変わった、
ナレーションになったのか。目の前の少女はこちらに手を差し伸べている。手を握る。えへへ、また私たち友達だね。またってところがいいね。今度は本当に友達になれたかな。大切にしてね。あ、音が止まった。怖いっすよ。すラブ。二人は最後に幸せなキスをして終了。これでゲームは強制終了されるかな。あー、かっこいい。エンディングっぽい。えへへ。もう会えないのは残念だけど、ずっと友達だからね。ずっとフレンズ。君は君の世界で、私はこの猫箱の中で。あ、だから猫の神様だったのか。ここの支配者というか、創造者というか、管理者というか。それじゃあっちのサーバルちゃんはずっとついていくよって言ってくれたのに、こっちは別れなくちゃいけないのか。元気で。なんか、あばよ、なんだっけ、しみったれた、しみったれじいさん、そしてそのケチな孫よ、とか。あの、ポルナレフとジョータロー・ジョセフの最後の別れのくだりをふと思い出した。箱を閉じる音が。箱は閉じたが、しかし、開けていいのか、また。これは、僕が閉じた箱だ。サーバルちゃんは、もう開けないでねって言ったけども、ここで箱を開けるのはいけないことですか。あ、いけないことだこれ。え、また撃っちゃった。はあ、何してるのカバン。しかも顔が、笑顔、サーバルちゃんの顔が、やばい。君ならやると分かってたよ。てへ、照れる。すべてを食らい尽くすまでやめられない。そうだろう、僕。ゲームを削除なんてしてやんない。バレた？あの子との約束も全部嘘。悲しくなってきた。分かっててやってはいたが、僕らってほんと最高に最低に人間だよね。人間の悪い部分を本当に出したかのような。で、その、あの、ランマ二分の一の校長先生みたいな。This is human. そんな、This is you. これはお前だと。狂気。End. わかってはいたさ。とても後味が悪くなるような、そんな予感はとてもしていたからな。本当にこれで終わり？あ、強制終了。もう一回起動してみる？もう救いはない。あ、閉じた。もう救いはない。で、次が見れる？あれ、また閉じた。まだダメっすか？これも閉じちゃう？あ、閉じちゃうね。一応何度もやってるけど、どうだ？
ああ、強制終了。多分これも落ちちゃう？だねー。どう？ダメー。どうやらもうこれで終わりっぽいな。うん。仕方ない。ゾワッときたところも多かったな。普通にちょっとアクションゲームとして難しいところもあったし。まあ、獣フレンズ、エウゼ。こういう系のゲームだってのは、半ば分かっていたけども。まあ、ゲームとしてはよくできてるけども、すごいよね、この起動するたんびに変わるっていう、そしてもう永遠にゲームができなくなるっていう、再インスコすればできるかもしれんけども、まあもうやる必要はないかなと。うん。楽しいとは、声高には言えないけども、うん。すごい。いろんな意味ですごいゲームだった。獣フレンズ、エグゼ。ご視聴ありがとうございました。